はい、では続けてやっていきたいと思います。ではこちら向かいましょう。間違えましたね。酒場に行って依頼を、で依頼、注文取りっていうのをやったことないですね。やってみましょうか。あ、こういうの苦手だな。と丸バツ三角四角を使ってお客の出す注文に応対するゲームです。応対した注文数で報酬が変わります。お客が注文を出すときは吹き出しが出るので、吹き出しが出てる間に対応するボタンを押してください。間に合わなかったり、違うボタンを押してしまうとお手数で報酬額が少し減ってしまうので気をつけよう。それじゃあ準備はいい？方だと思うんですけどね。お手つき4回報酬として結構減らされましたね。であとこの退治おそらく、いけるんじゃないかと思うのでちょっとやってみましょう。で、多分この2つのところにあるので行きましょうか。ファイヤーボール一発で倒せたらいいんですけど、倒せるかな？倒せないですね。なんか結構つらいかな。結構、ではかなり強いですね、これ。ちゃいましたね。ちょっと酒場に行って
乗りそうなんで、まだ全然強くないですね。止まりましょう。まあ、タイジの、依頼をもう少し強くなってからちょっと本当に厳しそうですね。皿洗いやりたいんですけど結構疲れるので、こちら、商業都市ヒルヒラですね、行こうかなと思います。商業都市ヒルヒラ。商業都市ヒルヒラは大都に次ぐ規模の都市で、商業の発達した都市である。町の中心には自由市場があり、各地から集まる商品を、この町で商人の活気ある絶えることだ。よう、チビちゃん、また会ったな。ベルナールさんですね。あ、ベルナールさん、ちょっとそこまで歩くか。え、あ、はい。そういえば、なんていう名前だっけ？チビちゃんの恋人。え、ディスティンです。この、別に恋人ってわけじゃないし、ただの幼馴染ですよ。でも好きなんだろ？え、はい。そうか。ああ。俺にもいるんだ、セリエナっていう幼なじみが。あー、なんかいましたね、思い出しました。でもあいつは幼なじみっていうより妹に近い存在だな。うん、これがまた棒状でひねくれてて可愛くないんだ。おっと、ただこの人がそのもう名前忘れてしまった。誰が可愛くないって？は、セリエナか。そう、セリエナさんですね。人の名前本当に覚えられないんで、人を呼び出しておいてこんなところで何してんのよ。何言って、俺はただチビちゃんと話してるだけだぜ。ああ、そうですか。ま、私には関係のないことですけど、それじゃあ、私には用はない。みたいだし、これで失礼するわね。ふぅ。なんか、お嬢様っぽい感じの見た目の人でしたね。な、可愛くないだろ？あいつとは喧嘩ばっかり。くすくす。お二人、仲がいいですね。いやー、どうなんですかね。そうか？まあいいや。ごめん、チビちゃん。あいつに用事があるから、あと追うわ。じゃあな。どこに行こうかな。しか、依頼受けていたんですかね。噂話。ジョーちゃん、この町の名物、自由市場へはもう行ったかな。いいえ、まだですけど。そうか、なら一度行ってみるといい。いろいろなものを売ってるからな。あ、はい。そうそう、大きな声では言えないけど、市場には盗品や偽物も出回っているから気をつけた方がいいよ。物価は噂話聞きますか。あ、ない。そうです。で、依頼は、タイジはもう無理ですし、あ、次このソレイラント行きたいと思うので、これ、配達やりましょうか。タイジは、そんなにいけるんじゃないかな。まあ、いろいろ行きたいんですけど、先に、タイジに行きましょうか。あと、捕まえたいですね。
倒しちゃうかな。ほい、行きましょう。これはゲットできそうですね。ワイルド。もう一回挑戦しましょう。成功しました。フライも手に入れた。はい、では、魔法屋行きましょうか。魔法を買う。いろいろ売ってるんですね。最初にもらえる魔法とかもあるんですね。です。なんかすごいな。この辺はもう少しお金貯まったからですね。魔獣、魔法売る。売ることできるんですね。魔獣を売る。アメーバ、ゴブリン。間違ってつけたこのドリアードを売りますわ。若干確か、ステータス違うんですよね、同じものでも。あと、覚えてる魔法とか確か違ったりしたような気がします。アメーバ、行きましょうか。ドリアードを、前にこのウーフを置いて、ここにスライムを置きましょう。自由市場行ってね。このお嬢さん、あ、私ですか。そうだよ、ちょっとさ、見てってくれよ。ヒルヒラ名物自由市場の大安売りさ。本当だって。俺の名前はトム。ここで10年商売してるんだ。してんだ。そうもはずないよ。ギターのボーブかな。ボーブか。確か前回か前々回か忘れましたけど。100円、銀か100枚かで購入した覚えがあるので安いですね。確か値下げ交渉ができた気がするんですよ。とりあえずこの木の実パッカー、そうこんな感じで大切に使うからって言うとちょっと安くしてくれて、これ以上は厳しいんじゃないかな。でも、うちの人はこれ、大切に使うから。こんな感じで、安くしていただきます。失敗すると、売ってくれたくなるのかな。で、買いましょうか。では、こちらの、オートソレランドに行きましょうか。オートソレイランド。セルスティス王国のほぼ中央に位置し、行政、経済、文化の中心地である。この町の南北を走る王宮通りには多くの店が立ち並び、通りの先にはマーグル宮殿があり、王族や大臣などが暮らしている。あそこを一緒に歩いてるのはベルナールさんと今より待ち合わせて待ち
合わせしてた絵と名前何だったかの整理思い出せないな。自分も忘れましたね。ねえベルナール見てよこれ素敵なルビー。こんなの店先に並んでたらただの虫コールだ。なんでそんなの欲しがるんだか。もうあの服屋さんに飾ってあるウェディングドレス素敵よね。ねえベルナール私もいつかちょっと一人で先に行かないでよ。もうデリカシーのかけらもないんだから。ちゃった。この二人って本当にどういう関係なの。これ酒場に行って依頼を食べましょう。依頼を受ける。受けたいところなんですけど、日にちが結構消費、日にちを結構消費しちゃうんで、あまり無駄な動きはしなくていいんですよ。なので、これはお待ちかな。ホテルの方が若干違う。行きましょうか。円カウントしてくれないとレベルとか上がらないので、Yeah.
バスター村。ノルディア大森林の中にある小さな村。村人の生活は森での狩猟と小さな農地からの生産物で成り立っている。村の西にはコルセス火山があり、絶えず噴煙を上げている。はい、じゃあ酒場に行って噂話を聞きましょう。南の森は強い魔獣が出現する。だからこの村に来る商人や、食べ人は冒険者を雇う場合が多い。タレジ行けますかね。とりあえず安い方の、タレジやってみましょうか。すいません、外寝させて。終了したいと思います。セーブしましょう。はい、終わるわけなんですけど、次どうしようかなと思うんですが、次回は何か進展があるところから、あったところから、開始したいと思います。はい、それでは終了します。